は野田チャンネル。はい、どうも、あ、どうも、TQ テレビ、イエーイ、めっちゃフリー、イエーイ、イエーイということで、ありがとうございます。久々にでかい声を出したぞ、ということで、ありがとうございます。やっぱりね、ちょっとね、ご迷惑になるんで、最近このでかい声出せないっていうのがね、騒ぎたい、みたいなね、見たい、聞きたい、騒ぎたい、みたいなね、ありがとうございます。8月30日でございます。夜9時を、回りました。川野田の深い話でございます。ありがとうございます。やってまいりましたね。ちょっとなんか久々な感じがしますね、収録も、お盆休みとかもありまして、先週まだお盆前に、撮ってたりとかしまして、結構なんか久々に来たなという感じが、あり新鮮です。また一から始めたいと思います。まあ始めないんですけども、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。もうですね、学生の子たちはもう皆さんあれですか、夏休みはもう終わっちゃいましたかね。もう学校行ってますかね。ただこの暑い中に学校に行くっていう集中できない。あ、ただ今の学校はどうなんですか、クーラーとか効いてるんですか。なんかうちの子とかが行ってるなんか小学校はクーラーがね、え、生意気なみたいな。でもただ今命の危険があるからね、やっぱなんか調べてみると、俺らが子どもの頃とかもう30年ぐらい前と温度が違うからね、まずね、やばいですよ。だって昔なんかはもう本当になんつうのかな、もう8月過ぎるともうなんていうのかな、だいぶ夜とか涼しくなっちゃってね、楽しくなったりしましたけれども、まだ夜もね蒸し暑かったりとかしますかね。ただもう昔はね夕立とか言いましたけど、今はゲリラ豪雨的な感じになっちゃったのかな。夕立なんていうの言わないですかね。夕立って何って言われちゃいますよね。井上陽水さんとかね、夕立って歌もありますけど、あるぐらいだからね。朝立ちはあってね、夕立ちはないのかみたいなね、下ネタじゃないかっていう話になっちゃいますからね。いやー、でも皆さんはどうですか、夏休みどっか行ったりしましたかね。やっぱりね、海とかこの辺だと山行ったり、川行ってキャンプしたりとかね、あとは何ですか、もうね、海外行っちゃった、行っちゃう人は行っちゃうっていうね、行っちゃってるっていうね、海外行っちゃってるっていう人もいるかもしれないですけどもね。俺なんかはもう、子供と何度かこうちょいちょい行きましたけど、全体的に近場です。近場で済ましておりますね。近場は近場で金がかかるって結構ね、いろいろ映画とか見に行っても今高いからね。お、マジかっつってね、今大人映画2000円とかしますしね。はい、というわけで、そろそろスタートです。どうぞ。ということで、ありがとうございました。チャンネル登録、そして高評価お願いします。そして川野チャンネルは毎日17時に新作動画をアップしているぜ。それでベルマークみたいなのがあるんだけども、それをやっておくとライブ配信もやってるから、いち早くチェックできるぜ。チャンネル登録お願いします。俺は100円ライターが一番好きだぜ。100円で買えるぬくもりが俺は好きだぜ。そいつで俺はタバコに火をつける。別の動画も見てね。